これまで、SP16 バージョン 1.3 の新機能を紹介してきました。最後に、このバージョン 1.3 で追加されたエフェクトを使って、このループの仕上げをしていきたいと思います。今回追加されたエフェクトは、このダッカー、それからフェーザー、この2種類です。いずれもパイオニア DJ らしい現場の即戦力となりそうなエフェクトです。それではこのエフェクトを見ていきましょう。まずはダッカーから、見ていきたいと思います。ダッカーとは何かと言いますと、もともとですね、サウンドのミキシングとかそういうのでダッキングというテクニックがあります。これはですね、もともとどういうふうに使われていたかというと、例えば、ナレーションを入れるときですね、BGM の上にナレーションを入れるときに、人が喋るとですね、 BGM の音量がこう自動的に下がって、こうナレーションを聞き取りやすくするとか、もしくはですね、ベースにかけてですね、キックが鳴った時に、キックをですね、こうダッキングのキーとして、キックが鳴った時にこうベースが、音量下がると、そうすることで低域を整理したりとか、そういうふうな、使い方がされてきました。で、近年になりましてですね、 EDM とかエレクトロなどで、シンセにですね、このダッキングというのをやってですね、こう派手にワンワンワンと、独特なこう、空間の埋め方をするようなテクニックも、されるようになってきました。はい、それではですね、このシンセパッドにこのダッカーをかけて、実際に音を聞いていきたいと思います。パラメータとしてはですね、アタックかリリースというのがあります。リリースを遅くすると、はい、音の立ち上がり遅くなります。でカーブを変えていくと、この立ち上がりの仕方が変わってきます。でアタックを伸ばしていくとですね、アタックの部分、この音量の沈み込みがちょっと遅くなります。はい、このようにですね、いろんな使い方ができるんですけれども、今はですね、普通な感じにこうちょっと音の立ち上がりが遅くなるような感じにしていきたいと思います。このようにしてですね、このダッカーとで、エフェクトを紹介してきました。でこれをオフにすると、じゃあどうなるか、ちょっとやってみましょう。はい、あのシンセパッドがですね、なんかベタ打ちな感じでビャーっと、今までビャーっと入ってたんですけど、このベタ打ちな感じが、このエフェクトをですね、オンにすると、はい、このようにですね、こうウワウワと、こう独特なノリが出てくるのが分かると思います。